はい、どうもプロスペです。今回がですね、ポッチョン1匹でポケットモンスター V リアンドダイヤモンドをクリアしていこうと思います。もちろん進化は禁止です。さあ、早速やっていきましょう。さあ、ポケットモンスター世界へようこそ。はい、ここへ7マカマのハートが出てくると。いやー、ポケットモンスター、チミとポケモンと呼ばれる不思議な生き物。ポケットモンスターね、ダイヤモンドやったことないんだよね。プラチナはね、昔やったことがあるんだけど、一応。まあ、ストーリーほとんど同じだと思うけど、まあ、あんま覚えてないから、まあ、初見みたいな感じでやっていきましょう。かね。さあ、まあね、ここで姿を選ぶわけですが、まあ、ポッチャーのパートナーといったら、ね、やっぱりね、この光ですよ。まあ、そういうわけでこの光の姿ももちろん選んでいくと。まあ、名前は普通にプロスペでいきましょうかね。よし。と、はい。いい名前。よし。あ、これね、ライバーで。どうしよっか、ライバーの名前。まあ、ライバーは順でいいでしょう。光のパ、ライバーね。光のライバーの名前が順って名前なんだよ。なんか、幼馴染の、なんか、いつも会うたびに喧嘩してる。ライバーね。すんごい、うろ覚えな記憶だけど。なに、結局のところ捜索隊、なんか、急に始まった。捜索隊の努力を無駄しく、無駄しい色違いのポケモン、赤いギャラスの姿を一人目撃することでできなかったのでありました。なんも関係ないんだ。なんも関係ないんだ、これ。急に始まったからなんだと思ったけど、なんも関係ないんだ、これ。びっくりした、今。びっくりした。これ。BGM いいな、やっぱ。この DS のさ、二等身キャラを 3D でスター持ってくるっていうね。まあ、いろいろ頑張ってるなと思いましたけどね、これ。まあ、さすが行きましょうか。お、さあお母さんが、さっきジン君があとは呼びに来たわよ。なんだかよくわからないけど、お急ぎなんだって。よし、まあとりあえず、まあ急いでみたいなんで行きますか。いいね、スイッチだけど DS があるよね、これ。定番。とりあえず草むらへ入っちゃいけないと。どこ行けばいいんだ、これ。どこだよ、ジュンの家。どこ、こうでかい家か。なんか主人公とね、それに近しい人はね、あー、びっくりしたびっくりしたいやびっくりした。なんかこいつは急にぶつかってくるんだよな。なんか急にぶつかってことで、来ることで有名なんだよ、こいつは。なんか、ストーリー中もね、なんかちょくちょくね、急にぶつかってくるらしいからね。どうしよう、これ。どこ行けばいいんだ。とりあえず入る、中。どこ。なんか戻ってったけど。あ、いた。バックと冒険の音を持っていく。よし、まあこれでこれから湖に行くのか。お、来た。赤いギャラスで湖に現れた怒りのポケモンだぞ。あ、関係あるんだ、あれ。ちゃんとテレビ番組関係あるんだな。あ、ついてくる。DS っぽいけど、斜め移動はできるのか、一応。これダッシュ、そうか、ダッシュは、どうなんだ、できるのか、一応。ランニングシューズまだ回ってないから、ダッシュはできないのかな。ちょっと待って。あ。おー、博士がなんか研究してるな。これ、水のグラフィックだけやけに綺麗なんだよな。4年ぶりの神王地方。そうか、神王地方4年ぶりなんだ、この人。今の動き何？今の動き何？謎。謎の動きだったな、今の。さーて。さあ、赤いキャラのさんいるのか。あー、やんちゃだねー。やんちゃだねー、この人。あ、なんか来た。おお、あ、ここで選ぶのか。勝手に。いや、そんなゆうちゃんやんない日はないだろ。そんなゆうちゃんやんない日はないだろ、これ。そんなゆうちゃん選ぶ日はある？なくね？こんなゆうちゃん宿っていいの？ちょっと待って、人のポケモンだし、むっちゃ悠長でやるし、なんなんこの状況。
まあもちろんね、まあ、このペンギンポケモンポッチャマ選んでね、やっていきますよ。さあ、なんだこの状況。さあ、よし、ポッチャマ、おお。さあ、出た、よし。はたく鳴き声。まあまあまあ、5三桂はね、まあ、最初はこれですからね。まあ今のところ普通のプレイだからね、これ。うん、縛りプレイだけど、まあ今のところは普通のプレイ。あ、体当たり。やっぱ5三桂強いな。レベル2とレベル5だもんな。最初は強いんだよね、だから。まあそのうち、フリータイミングが出てきた時に、どうやって対処していくかっていうのが問題になるわけだけど。ああ。あ、こいつはナイトル。あ、そうか。そうか、この時代はあれだよな。あ、来た。死にませんよ。誰も死にませんよ。ちょ、いいの？いいの？そんな。そんなのいいの？いいんですか？そんな。見逃しちゃっていいの？それ。え？嘘？いいのか？そんなの。いいんだ、それ。あ、ポケモン返しに行くのは当然だってわかるけど。ああ、ちゃんと返すんだね。よかったよかった。普通に奪うのかと思ったわ。まあ、とりあえずは中丸博士のところに。あ、いたいた。これも使ったそうだ。見せたまえ。うん、ポッチャマいないとるか。ふむ、そうか、そういうことか。何が？何が？謎だな。謎だな。まあ、とりあえず研究所行くか。まあ、ポケモン返した方が、まあ、ポケモン普通は返すんだけどな。まあ、いいか。もう知って何？そんなことがあったんだ。でも、あなたも純くんも無事でよかった。その博士って人、きっとマサコタウンの中原博士で、何でもかんでもポケモンの研究で、有名な博士って聞いたわ。あと、怖いっていう噂も、プロスペどうでしてポケモン使ったのか、きちんと説明をするためにマサコに行くべき。大丈夫、きっと分かってもらえるわ。よしよしよし。あ、そうや、まあ、とりあえずね、そうだよね。これはもうほっとくわけにはいかないもんね。だって絶対さ、意味わかんないもんな、ね。ポケモン勝手に使ってそのまんま持っとくのって。それで説明には絶対いかんとかも。あ、で、まあこれランニングシューズが回ったから走れるようになった。早い早い早い。いいね、早いね、やっぱ。ランニングシューズあるとないで大違いだから。それで、この、スイッチなのに DS っぽいっていうのがなんか、これはこれでいいな。あ、失礼いたした。あ、待ってたよ、こっちに来たはずくらい待ってる。よし。ここはポケモン研究所で。あ、ほら、こいつ、むっちゃぶつかってくるんだ、もう。びっくりするわ、マジで。ほんと、こいつはさ、急にぶつかってくるんだよ。びっくりするよ、ほんと。ドン、ドンって。痛くねえのかな、あれ。で、ぶつかってはないのか、一応。ギリギリぶつかってないのかな。でも、ドンってなってるもんだ。ぶつかってるよな。まあいいや。はい、プラスフェです。おぉ。ああ、いいんですか。ああ、よし、ニックネームが来ました。ポッチャマはね、とにかくプライドが高いポケモンなんだよ。まあ、図鑑説明文とか見ると分かってもらえると思うんだけど。まあ、というわけでね、今日から、このいつの名前は、皇帝だ。そう、プライドに見合うだけの名前をね、付けましたからね。もう、このプライドに見合うだけの活躍をしてもらいたい。よし。さあ、行きましょう。ああ。なるほどな。ほらな、あのポケモンがな、優しい人じゃなかった、優しい人じゃない人が拾うと、まあ、なんか、不都合があったりするわけだよね。あれね、ポケモンをね、扱う人も多分いろいろいるんだろうな、っていう。まあ、そういう話ですよね、これは。君は新の地方にいる全てのポケモンを見てくれ。うん。いい返事だ。ポケモン図鑑、よし、これはポケモン図鑑もらうのか。なるほど、なるほど。はいはいはい。4のところに全てポケモンで会ってくれ。僕もね、ポケモン図鑑持ってるんだ。あ、そうなんだ。
ポケモンと一緒に101番道路歩いた時どんな気持ちだった？私は生まれての50で今ないポケモンと一緒にいるだけでドキドキする。マジで？マジか。いいか、世界ではとてもたくさんのポケモンがいる。つまりそれだけたくさんのドキドキが待っている。さあ行きたまえ。今ポストのボケが始まるのだ。よーし、さあ行きますよ。ポッチャマと光で、まあ、光じゃないんだけど、プロスペって名前なんだけど、まあさすがにね、名前光はまずいからうん、まあプロスペにしたけど、まあ一応こいつは光だと思ってそうだしね。からこの赤い色の着物がポケモンセンター。戦って気づいたポケモン元気にしてくれる場所だよ。ポケモンセンターはいろんなところにあるんだ。こっちの青い色の着物はフレンドリーショップ。いろんなロコを買って売ったりできるお店だね。プロスさんポケモントレーナーになりたてだから帰れるのが少ないけど、まあ気にしなくていいよ。どうした？そうだ、プロス。仲間博士のお手伝いのポケモン図鑑を作ること、家の人に言っておいたら？遠くに行くこともあるから行っておいた方がいいと思うよ。あ、その前にポケモンセンターのポケモン元気にしてあげると安心できていいかもね。じゃあまた今度ね。むっちゃ優しい。いろいろ教えてくれた。むっちゃ優しいな、こいつ。なんかこの時代はさ、ポケモンセンターとショップが一緒じゃないんだよね。なんか今も一緒だけど。ダイヤモンドパールまで一緒じゃないんだよ。よし、まあこれでまあポケモンを回復できると。まあこれはどうすればいいもんじゃな。てててもうずっとこのボカメが変わることはないから、ポッチャマ一匹だけだから。まあとりあえず、母さんの家のとこまで行くか。よし。で、どうしたの、ポスペ。そうだ、仲間が来るから、そんなすごいことを頼まないだろ。よーし、頑張れ。ママ応援しちゃうから。そうだ、パドスペ、いいものあげるから持っていきください。冒険ノート。冒険ノートってなんだっけ、これ。その冒険ノートってあなたが冒険する中で、気になったこと、疑問に思ったことが書かれているはずよ。いいな、冒険の旅。しかも一人じゃなくて、ポケモンと一緒でしょ。ママが行きたいぐらい。なんてね、うん、パドスペ。ママは大丈夫だから、思いっきり大丈夫楽しんで。あなたがいろんなことをやって、いろいろ感じることはママのハッピーなんだから。あー、でも時々は帰ってきてよ。あなたはどんなポケモン捕まえてママを知りたいし。あーなんかすごいな。理想的な親だな。あ、なんか来た、なんか来た。皆さん、こちらに純来てます。え、来てないけど。そうですか。じゃあもう行っちゃったんだ。困ったな。あの子冒険するからって言って、それだけ飛び出しちゃって。いやー、やっぱあの人、やんちゃだな。すごい。そしてね、これ純に届けてね。お届け物。なるほどね。これでまあ、届けに行くのか。それとはまっすぐ寿司で向かってると思うけど。じゃあ純のことよろしくね。よし、行くか。あ、ポスト何邪魔忘れてるわよ。何、まだ、まだなんかあんの？え、何もらったの？今は何？あ、帽子か。帽子かぶってなかったな、光の。帽子かぶってなかったな、そういや。気づかなかった。帽子かぶるとまただいぶ変わるな。な、このゲームはね、着せ替え機能があるみたいだから、まあ、それもちょっと、できれば触っていきたいですね。じゃあ、とりあえず、ことぶきシーンに行きますか。あ、ポケモン出てきた、ポケモン出てきた。あ、そうだ、そうだ、そうだ。まあ、それさ、いや、ポケモンが出てきたわけなんだけど、あ、皇帝って名前にちゃんとなってる。だから、いや、ポケモンが出てきたわけなんだけどさ、野生ポケモンを倒してレベルを上げるのがありかどうかっていうね。で、そこが結構ね、問題になってくるんだよね。野生ポケモンを倒しまくってレベル上げちゃうとさ、ぬるゲーになっちゃうから。どうしても無理だったらもうその世界に倒れる、頼るしかないんだけど。まあ基本的にはまあそれは避けたいってことで。まあ野生ポケモンを倒すのはまあなしにして。まあ、野生ポケモンを倒すのなしにするんだったら、それらどんどん倒してかんとかだ。そうだわ。ああ、また来た。コウヒ君、また来た。モスペってポケモンの捕まえ方のコツ、もうバッチリわかっているのかな？僕はポケモンの捕まえ方を教えてあげるから、そこで見てて、ね、ああ、これポケモンが捕まえられるようになるのか。なるほどね。まあ、ポケモン捕まえれば当分先かな、とりあえず。ピッポが出てくると。まあ、秘伝要因で多分捕まえることにはなるけど、まあ、とりあえずは、まあ、必要になるときまでは捕まえない。戦う、引っかく。まあ、これでは弱らせて。まあ、ちゃんと戦ってるね。まあ、もう、知ってるんだよな。知ってるんだよ、そんな。捕まえ方とか知ってるから、モンスターボール投げるだけなんだから。むっちゃ持ってる。モンスターボール25個覚えてる、こいつ。むっちゃ持ってるじゃん。いいなぁ。トゥン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 。
なんかここら辺の BGM はずっと変わんないよね。大体ベース同じなんで。同じアップも、うん、そうあれ、そうあれ。うん。なんかこの辺はいいよ。あ、モンスターボールくれた。ありがとうございます。モンスターボールくれるならもういいよ。うん。それだけで大丈夫。お、こいつトレーナーじゃね？あ、やっぱりね、は、目があったらポケモンバトル。日本ポケモンみたいな、僕はポケモンみたいな、目があったからいいですよ。もうこいつら、ただのヤッキーなんだよな。目があったら勝負するんだもん。よし、まあ、これでね。まあ、こういう風にトレーナーをどんどん、もういるためなら全部倒して、レベルを上げていかないと。まあ、ダメだから、やっぱ。レベル上げないとね、本当に、地道にレベル上げていかないと、倒せるときも倒せなくなっちゃうから。まあ、これでは旗くれるのでいいんだよ。あ、電光石火。どんぐらい食らう？結構食らうな。まあ、ダメージレス的には、どっちが、いけるか。まあ、旗くれるの方がいいな。鳴き声言うより。あー、体当たり。ちょっと待って、え、え勝てん、勝てん、勝てん。普通に、普通に負けと、普通に負けるんだけど、これ。どうしようと。無理じゃん、これもう。負けてや。え、ちょっと待って。普通に負けたんだけど。どういうこと？やばいやばい。ちょ、え？あ、40円が。え？自宅？マジで自宅に戻されたの今。ちょっと気がせに行くべきだった。え、ちょっと待って。普通に負けたんだけど。え？ちょっと待って。普通に負けることある？いや、さ、今のは普通に勝てるじゃん。普通に行ったら。急所当たりで普通に負けたんだけど。大丈夫かよ、これ。先が覚えられるぞ、これ。本当に。ちょっと待って。アイスにリベンジしないと、さすがに終われん。こいつは倒す、さすがに。こんなただのな、3番小僧に負けるわけにはいかん。いや、もう負けたんだけど。もう、一回負けた上で言う。こいつに負けるわけにはいかない。あ、ムックル。だからあれね、やっぱりね、あれだ、鳴き声をちゃんと入れていかないといけない。鳴き声をちゃんと最初に入れてから、叩くをして倒していく。まあ、とりあえず鳴き声。電光石火、これ電光石火の方がいいんだよね、電光石火の方が体当たりよりいいのか低くて、ムックの方が素早さが上だから、どっちにしても先制されるっていうやつだから。これ、攻撃力を一旦下げてから叩くを連打する。さあ、こっちの方がいい。え、いやそんなことないの。鳴き声1段階しか上がらないもんな。普通に間違えたな、これ。普通に間違えたかもしれん。ああ、鳴き声。向こうも鳴き声やってきた。運なんだよな、これ。あ、ちょっと待って、これどんぐらい？どんぐらい入る？やばい、これ負けるわ。普通に負ける。え、ちょ、え？どうやって勝たらいいのこれ。え、ちょっと普通に負けそうなんですが、どうしますこれ。え？なんか、やばい、2回連続負ける。2連敗する、このままだと。あー、泣き声。ありがたい。ありがたい、泣き声。頼む、頼む、頼む。え、次で倒せる。次で倒せる。耐えろ、耐えろ。ダンスで耐えた、多分。よーし、耐えた！あぶね、あぶね。2連敗はさすがにダメ。よかったー。いやー、マジでよかったー。いや、はたくねえんだね。あー、レベル上がった。よしよしよし。レベルアップ。あ、水鉄砲。水あずき、水あずきた。よーし。あー、あぶね、あぶね。あ、それで380円。40円以上で帰ってきたな。ちょ、帰ろ帰ろ。ポケ戦行こう。あ、しまった。向こうから行けば。あー、あぶねあぶね。いや、いや、まあ、はたく連打で成功だったんだけど、し、うんだから、はたく連打が正解だったんだけど、初回で9勝引いちゃったから。あー、だから負けたんだよな、あれは。これ、普通にきつくね。一匹だけっていうの時点で普通にむずいかもしれん、これ。なんだポッチャも普通に進化させて、一匹旅してもむずいのかもしれん。いや、でも、それでも俺、ポッチャも進化してないからな、絶対。いや、きついぞ、これ。思った以上にきついな。なんか、ポッチャもって別にそんな弱いポケモンじゃないから、いけるかなって思ったけど、普通にきついや、これ。